いきなり80に。ありがたいですね。いきなり恥ずかしくなった。慣れてない。場所が南大阪の2丁目だったんで、で、坂が下がってるんですか？歩くとどれぐらいですかね？歩くと10分ぐらい。10分ぐらい、はい。坂道があるんで、結構大変。公園がすぐ隣なんで。100人超えました。ちょっとまだ早いですね。絶対早くしとけば、15分出発とかしとけばよかった。いや別に待ってもらうのは向こうはもう寝転がって見てますから。どうでしょう。急に話ができなくなる。なんか原宿の方行ってきたんですよ、支援会で。なるほどね。なんか雨がすごくて、なんとか天気もちそうですかね、この感じだと。どうですかね。昨日はひどかったから、寒天前は土砂降りの途中から。途中で国会議事堂の駅をね、封鎖しちゃったんですよ、警察が。で、もう足止め食らっちゃって、国会議事堂前から出る人ね。たまになんか1万円札が落ちてるとか、あります。なんで落とすんだろうって。財布だけが落としたことない。でも、もっともっと完成前もすごい勢いなんで増えていけばいいですね。そうですね。僕も参加してますし、はい。ただ昨日あたりからかなり規制が厳しく、なかなかだから道路が分けないから人がもう溢れ返って、人が集まってよ。いや、自分にはこいつ何も問題ない。そうですね。普通に危ないことをするわけでもないし、普通にただ自然と集まってきたのかというだけだから。ただ一部脱原発関係ない人を混ぜて、その人たちは結構勝手なことをやりそうなんで、ちょっとヒヤヒヤ毎回ね。一部だけど。あなんかこうどっかのセクト。そう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 、そうなんですよ。やりたいんだけどニーズ少ないからやれないので、はい、この際集まってるから来てみようかなということなんでしょうね、それはね。利用して良くないですよね。本当邪魔なんですよね。やりたかったら別に自分たちでやればいいんだからさ、それ主張するのは別に構わないけどね、はい、それは別に否定しないけども、なんかに便乗してやるというのがちょっと気に食わないですね。
まだ。山口さん、今日は、はい、なんだっけ、講義文、はい、ちょっと見せてもらえます、はい、あ、映したいですね。ポストがあるんで、その、まあ、出てきたら直接渡せますけど、うん、あの、まあ、ポストにこれを入れて、しっかり意思も伝えて、一応呼び鈴は、会長を確認して、呼び鈴は並んで、はい、出てくるといいですね。そうですね。イルスとか使わないでほしいですね。本当に。勝又。ええ。中国と戦争やったらアメリカの人が助けてくれるのか思い込んでる人がいるんです。アメリカやらないと言ってる。中立守ってる。誰も見ず、お昼やられないと思う。オッサンと2人かなって思ってたんですけど、いや、本当に米倉さんと会ったのはどこなんですか？あ、そう、家で家なんだ。あ、そうなんだ。敷地内は入ってないですよ。あの、家の前の外でね、行動でね、あちらの電柱の陰に何気に原発反対側の公安の方が実は原発なんかいらないと思います。本音はね。警官の人もすごい親切的ですよね。いや、意外とそうですよね。8年前の講義とか。うん、ね。別に、最初の講義なんかは、でも、警察官警備責任者が、実は、うちのデモ側の責任者の後輩だった。ああ。あ、そういう繋がりもあるんですか。知らなかった。たまたま。挨拶に行ったらたまたま。警察の人のは協力者みたいな。なんか僕もともと右っぽい活動をしてきたんで、そんななんていうか警察の人が禁止的なっていうのは珍しいですよ。あ、聞けなかったですよ。まあ、人間同士だから、ちょうど見ちゃったら、なんか家に引っかかっていかなきゃ。あ、じゃあ分かる。はい、正義論がもう、必ず引っかかる。無駄だけど。そこまで邪魔されないよ。あ、IWJ です。今中継してますんで。あ、そうですか。大丈夫ですか、お金を映しても。そのツイッターを見たんでね。市内ならね、断食されたことでしょ。大丈夫ですね。ね、勇気あるよね。あれ、勝又の家ですか。そうですね、勝又の家さんの。鑑定前3人です。そうですね、鑑定前3人。経済産業省の前に宣伝があるんですよ。はい、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 
そうそうそうなんだけど、うん、それからね、明日明後日終わるはずじゃないからね、はい、ね、4年も10年もね、みんなもね、エレキは水田も生放送持ってるのに、NHK なんか30秒ぐらいちょこっとやっただけでしょ、昨日の官邸前でも。あれで送る、生放送でやる、生なんかやるわけないじゃないですか、地上波が。恐ろしくて。あれよって言って。いや、警察発表は2万1000だが、あ、でもいい線行ってると思いますよ、今回は。そう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 、前回よりちょっと少ないぐらいの感じだからね。まあ、完全にだから分断立つんです、今回はね、昨日については。官邸前の道路まで入れてもスペース的には2万ぐらいなんですよ。1平米に2人入れすると2万人ぐらいしか入んないから、ぎゅーっと押し込んだらもっといくかもわかんないけど、動けないです、そうなるとね。そうするとだからそんなにはキャパとしてないですよ。だから10万人って本当にくるーっと1周ぐらい囲まないとならないですよね。あと道路全部開けちゃって、そこの切れ身だって何が切られ発達しなかったら、ちょっと生放送だったのね。ねえ、これは切れ身のある東京オリンピックの人が60年だからね、あと5分経ったらやっぱはい、200人行きました。自宅なんて行きたくないんですけど、ちょっとことが運ぶなんて。
石原はなんかパンダの生まれてさ、2年後間に書かなきゃいけないのね。喧嘩の名前つけて書いてある。こんなに中国と戦争したいんですか。こっちのことも考えてくれよ。これも中継できるんですか。あ、これで中継してるんです、今、ライブで。こんなものでね、すごいね。向こうではなくて、こっちで。これは、あくまで記録用ですよね、ビデオね。ユースやってる。やってるんだ。何チャンネルで。ご自身のチャンネルですか。ああいうところがボイスオブ日本っていうこと。はい。僕やってるんだった。じゃあ山口さんずっと追っかけてるっていうことですか。まあそんな自分ではないです。ちょこちょこと。あ、いや、端っこの遊園地も来たのかな。こちらを送ってた。神奈川県の警察が何。じゃあライブしてるんですか。ライブしてる、はい、中に入れておいて、それ繋いでるわけです、はい、なるほど。どっかに入れてるでしょうね。はい、そうですね。はい。すごい重要なこと言ってました。はい、出発です。お願いします。カミングアウトから。ゆっくり行きます。
不安ってためてできるかなって引っ張ってる場合じゃない迷子になってんじゃないですか。なんかこう似たような家とかいるよって全然わかんない。覚えがあるんで、ただ大坂の方を登ったところなんで山の上に上がるんですか。そうですね、坂道が、はい、こんな感じで天下入ったんだ。
三丁目、二丁目あるんじゃね、まあ並んでても一方向に並んでるとは限らないと思うんだけど離れて歩かなくてもいいような気がするんだけどね。一緒に動きまで一緒に歩いてくれればいいのか。よかった、あってそれだけがあってたんだよ昔じゃないな本当、迷わなそうですよもう、南太田2丁目に入ってたんで、はい、ね、はいはいはい、
かなり坂の勾配がきつくなってきて。この道路で2丁目と3丁目の区切ってるんですよね、最後ね。ますます坂が あれ待ってくれてるんじゃない？誰か。いや、何か、そういうことかな。あ、やってるんだ。目印になりますね。無事につけそうで、はい。はい、はい、すぐそこなんで、ええ、あのもうご自由に声出されてもいいです。この家ですね。あれですか。こんにちは。私ら、まあ、見てて警戒してるから全然普通に会って話したいだけです、まあ、いなかったら怪我抜けない。まあ、車も通るんでね。では、まあ、ここですね。うちら電気に塗り替えてあげたいね。食べちゃってない。まあ電気ついてるか。だから分かんない。うん。全然勝又選手と違って。ね。結構ですね、結構。うん。もしあれだったら代表の方も名前。山口、はい、別にうちを持ってるのかもしれませんけど、うん、
まないですね。車あるのにな。米倉さん、経団連の米倉会長、原発についてと PPP のことで話しに来たんですけども、いませんか。そう、まあ、イルス使ってるのか。この間行ったんですよ。じゃあ、ここでちょっとコーヒーしようと思います。ここで講義を。はい。米倉会長、原発推進をする米倉会長、あなたは経済のために原発を稼働するって言ってるけども、本当にそれでいいんでしょうか。お金も本当に大切だけど、もっと大事なものは国民の命じゃないんですか。米倉会長、この間来た時、何ですかあの態度は。普通に話来たんですよ。僕は本当にそんな無責任な人が原発を稼働したり、また TPP について参加をするとか、野田市長に圧力をかけたりしてほしくない。本当に反省してくれ。コーヒー分入れます。はい。ちょっともう補充にコーヒーされて、ちょっといいですか、私の山本さんで。30分ぐらいで。見ての通り、ここ感染がずらぐらいだから、普通ならオフィス街だと館長街で違いますから、はい、まあ、あの皆さんやってることは分かるんですけども、それちょっと考慮して。あ、ね、もうあのそれでマイクは持ってきてないんです。すいません。はい。この辺ちょっとね、繰り返してください。誰も出てこなきゃね。言いようがないよね。いるのかな、人が。ねえ。ねえ。中で寝てるのかな。ねえ。前、本当に言ったんですよ。あ、そうですか。ねえ。こんだけ警察がいれば出てこないようになってるのかも。閉めちゃってね。ねえ。どっか違う場所に。ねえ。どっかから覗いてみてるのかな、ね、本当ね、国民の命をね、一番に考えてほしいよね。はい。責任あるんだからね、この人はね。そうですね。ね、大きな、ね、力を持ってるんだから、はい、ね、原発推進じゃなくてさ、ね、原発やめる方向でね、やってほしいよな、ね。経済とかエネルギーとかも大切なんですけど、ね、うん、やっぱり子供の命に、そういうのにも入るものがないんで、困りかな、本当にね。だし、野田だとかさ、ね、そういう連中に対してね、原発やれやれって言ってるんだから、ね、打ちかけてるんだから、ね、子供を守らない国に未来はないと思うので、うん、まあ、選挙の時ね、原発推進する自民党だとかさ、ね、民主とかね、の議員の一部をね、支援してるんだろうけどさ、ね、犯罪的な行為でね、福島の十何万の避難者たちもね、加害者ですね、間接的に、ね、まあ、直接的とは言えないけどね、
困ったもんだよな。何歳ぐらいだめそうねえ。なあ、73ねえ、まだ考える力あるだろうけどな。ねえ、経団連のね、会長やってんだからね。そもそもなんで連れてこられたのかね。時々なんかあの人おかしなこと言うよね。ピンザーゼルのね、笑っちゃうようなことね、平気でいいよね。アイドル人間がちょっとひどすぎる。ロコさんだとかさ、あの人が経団連の会長してた時もさ、やっぱり論理的にね、こうだこうだって言ってね、説得させるものあったけどさ、この人は論理的にも何もないよね。ねえ、説明もできないよね。話する気もない、ね。まあ自分の会社の利益はね、追求するのはうまいんだろうけどさ、はい、ね、日本国っていう会社のさ、やっぱり舵取りっていうかね、そういうね、点では経団連さはするからね、本当ちょっと適切じゃないと思うね、この人ね、的確じゃないよね。この自己利用でクルトミングの持続剤を見つけようとしてる。ああ、ねえ。なんか化学会社の社長さんの職の人。ミクロと。ミクロ化学？ああ、そう。ねえ。まあアメリカだとかそういうとこと一緒にね、大して儲けてんだろうけど。ねえ。ああ。米倉会長！原発を参加するってな！国民が被害を被るんだ。だからこうやって直接あんたの家に来るってこともあるってことを考えてくれ。真剣な誠意ある対応を望みます。出てこないね。うんともすんとも言わないね。出てくる気がないんですよ ね、うん、ピンポン鳴らしたんですか。そう、あで、まあ、そんだけ叫んでれば家には、あそうですね、野田が聞こえないとか言ったけど、ね、首相官ですは違うからね、ここね、二重ガラスじゃないしね。前は普通に出てきて、ね、あそうですか、の車に乗って、うん、車乗るってことはね、いるってことだよね。ね、別にね、我々は暴力で何かしようってわけじゃなくてね、はい、お話ししてね、そうですね、うん、考えなくてほしいっていうことをね、はい、伝えればね、もう今日はそれでね、終わりなんだけどね、まあ、ちょっと、ね、別に車椅子じゃないよね、あの人ね、手もついてないしね、ね、はい、ちょっと出てきてくれてね、ね、そうなんですね、もともとここの人なのかね、ね、生まれもね、ねえ、親の代からのあれかね。あのなんかマスコミ関係によると、うん、まあ大きい家だって家で歩くあれになってんで、ね、らしいんですけど。そうかもね。人間はね、二面性持ってるからね。ね、これで騙すね。どこさんの家もね、とても目出しのどこさんの家もね、はい、とても庶民的なね家だったけどね、あの人はとてもね評価されてるよ ね。この人は本当になんていうかね、品がないよね。人間としてね、人を引きつけるものがね、ないよね、うん、はい、ね、まあ、あるのはお金だけだよね、金と名声とね、持ってるんですね、はい、人望はないんじゃないかな、ね、ね、高三の作文を外して正解出さなかったんですよ。何が高三の作文を外して正解出さなかった。中曽根さんの人間化を決めただけで、うん、結局貧困の問題だ、うん、本当だよね。目指しのとこなんてあれマスコミの偶像だよね。完全にあれ会社だよ、ね、うん、ね、うん、大丈夫ですか、うん、30分とか入れると警察が結構来てくるんです。周りの人からまたね、苦情なく来ちゃうから、ね、いやこっちも本当は来たくないんですけど、うん、この間ひどい態度されたんです、うん、ね、こちらも人間なんだからさ、ね、人間的に扱ってくれるって話だしね、はい、どうってことないのにね、ほら皆さん以外にもやっぱ結構ね、うん、いろんな来られるんですけど、うん、どうしてもほら、ね、非常に決まってるんで、ね、まあね、有名人の家なんかもね、そうだしね、うん、本当にね、
有名人の家なんかもね、隣近所が大変だよね。うん、まあ、どこさんだったらね、まあ、社会的なね、地位があるからね、そういうことなんだろうけどね。でもやっぱしね、やってることがね、ちょっとね、我々にとってはね、ね、困ったことやってるからさ、ね、反対の方向やっちゃってるからね、困るんだよね。ね、移住の拡大の方本当だよね、雇用の促進とかね、労働者の、ね、給料をね、上げる方やってほしいよね。実はもう輸出産業は20年前に終わってますね。残念ですか、輸出産業は消費税も払ってないじゃないですか。米倉会長また来るからな。この車、あ、そう、クラウンだ。ねえ、うん、あ、それちょっと傷つけたね。ねえ、先の方ね、こすってあるね。自分で運転するんですか？この間自分で、ああ、でも運転手とか言ってた、自分で運転して。自分で運転して、あ、あそこぶつけちゃったんだね。ねえ、ねえ、気をつけなきゃね。どっか突っ込んじゃったりね。でもしたら大変なのにね、うん。おかげ運転手さんいないんだ。いるんですかね。ねえ。まあ自分でね、どっか行ったりするんだろうけどね。周りが整備してないってことは、ここは別荘なんですね。ね本当だね。まあどっかたくさんあるでしょうよ。ね、ここで、ハウスとかもできるし。スペースはありますね。また。体を下がる。普段警備ないんですけど、こんな、はい、うん、多いですね、ええ、あんな近づいてちょっとギリギリだな。いろんなものがね、こちらがってね、いつなんかもね、こう、ひっくり返っちゃってるよ。ね。あまりね、居心地良くないんじゃないですか。ね、この間、息子さんみたいなの出てきた。ああ。息子もちゃんと自分の家があって、ここは親父のなんか家か何かで、ね。ああ。ほとんど構ってないんじゃないですか。でもこの前出てきたということは、たまにはいるってことなんでしょうね。にはいるってことなんでしょう、おそらくね。ねえ。今も電気ついてたんですよね。うん。でもあの、いや、東京電力に貢献してるかしらね。今、ちょっとまで行かせてきたよ。経団連の会社でも電力会社ではかなわない。考えると思うんですよ。僕じゃ警察が来る。警察がどうするか。
車とかで乗り過ぎちゃったら、ちょっとやばいのかな。住宅地だからね、ここはね。結構選挙中とかだったら、行けるかもしれないですね。でもやって、まあ、いろんなこういう工事やって、まあ、できることは何でもやるしかないんだろうけど、はい、自分のあと自由民主党も問題ってことになる。だから次の選挙はもう争点がもうはっきりしてるから、もうそれでまあとりあえずは意思表明するしかないですよね、はい、総選挙はね。野田もいらん、谷垣もいらん。谷垣さんは最多の反対は現実的ではないか。まだなんかいや細かいところでいろいろと問題があるんじゃみたいだからね。うん。なんかこの間大井に仲間が行ったんですけど、その制御棒を抜く。はいはいはい。行ったっていいですか。警官が泣きながら警備してたとか聞いたんですけど、嘘があんとか分かんないですけど。大井カンニバルの話ですか。はいはいはい、うちで中継したやつだ。あ、テレビが過激化のようにあったテレビですよ。ほとんど普通の人が多いですよね。たまに色ついてる人がいるぐらいで若干いたみたいだけどね、はい、だからそんなに人数は数えるぐらいしかなかった。その大多数にしたら全くの素人、はい、素人というか警察の方が多かったのかも。そんな感じですね。ねえ、あの私服の人、俺が写真撮って、何の写真撮ってたの、何の写真ですか。いやー、あのままいっぱいですね。ねえ、でも、本当私服って見えないね。ああ、見たら警察って感じなんだよ。こらにおっちゃんって感じなんだよね。はい、みんな集まってきた人だと思って、今日に行ったら、いや、警察です。公安ですね。名乗る公安でもなかなか別に。普通は、分かってても名乗らないんだけど。公安警察だとさ、やっぱり 目が鋭いよね。まあ、そうでしょうね。今日いるのはなんかみんな、そんな鋭い目してないね。急遽駆り出されたとか。なんかね、急遽駆り出された。
は。なんかじゃ外れたような。いや、こっちにはあるんですよ。何駅ですこっち。こっち南大田。南大田、井戸ヶ谷。いや、横浜じゃねえ、こっちないんだ。横浜じゃねえ。同じぐらい距離的には。まあ、同じぐらい。じゃあ、ここで、一旦終了します。どうもありがとうございました、本日は。じゃあ、終了します。